みなさんこんにちは。滝沢勝成でございます。<laughs> とってもご無沙汰になりましたが、プチ音楽理論講座続きの第6回目の動画でございます。いやー、この音楽理論講座の動画はですね、更新しても全く再生回数が伸びず、えー、私の中でかなりかなりかなり, <laughs> かなり、えー、失速してしまっておりましたが、 まあ、再生回数が少ないからといってね、なんかこの更新をしないってもどうなのかなとっていうふうに思いますし、まあ少なからずね、えー、楽しみに待ってくださっている方、えー、参考にしてくださっている方がいらっしゃると思いますので、えー、そのあんたのためにですね、えー、再生回数が少ないとか言ってる場合じゃねえなと思って、えー、ちょっと新規一点心を入れ替えて更新をちゃんと続けていこうと思って、えー、動画を撮影している取材でございます。もしよければ皆様の方で何かご意見ご感想、ご質問とかあればですね、えー、バシバシコメントの方を残していただけると、 ああ、やっぱ見てくれてるんだな。嬉しいな。今後も頑張ろう。みたいな感じの気持ちになれるので、えー、ぜひ前向きにコメントをチャットしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい。では、だいぶ期間が来ましたけども、えー、今回は第6回目ということで、ダイエトニックスケールとダイエトニックコード。この2つをちょっから学んでいこうと思っております。まあ、前回は、キーってものを学びましたけども、ダイエトニックスケールとダイエトニックコード。 まあこれらを覚えると何がメリットがあるかと言いますと、まず耳コピがむちゃくちゃ速くなります。で、なおかつ曲を覚えたりとかするのもすごく速くなると思います。で、ダイアトニックコードを覚えれば作曲とかにもすごい役に立つし、個人的に、 この音楽理論ってまあ幅広くバーンっていっぱいあるんですけども、このダイアトニック関係に関してはですね、もう本当にもう全員が知っておいてもいいんじゃないかなっていうぐらいむちゃくちゃ便利な部類なので、えー、ぜひともこの動画の内容はですね、頑張って100%の理解を目指していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それでは、早速行きましょうか。はい。ダイアトニックスケール、ダイアトニックコード行いきましょう。学んでいきましょう。イやーイ頑張るぜまず一つ目。 前回のおさらいとなりますけれども、キーってものがありましたよね。キー。まあ言葉で言うと、この世のすべての曲には、まあほとんどの曲にはキーってものが存在していて、えー、この音を基準にこの曲は作っていきますよというその大前提があるなんていう話をさせていただきました。仮にキーが C、つまりイタリア語でドだった場合に、えー、どういうふうに展開していくのか考えていきましょう。 まずキーが C だと決まると、その次ダイアトニックスケールってものが割り出せます。このキーが C の世界で使える音はこれですよっていうのが割り出せるわけですよ。前にそのスケールの回でやりましたけども、音階って基本的に12個あるわけです。でその12個ある中のこの音を使ってきますよって指針が割り出せるんですねで。それが、まあメジャースケールです。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シっていう7個の音。で、3つ目、ダイアトニックスケール。 コードというものがありますこのドリームファトらしいという音を使ってどんなコードが作れるかなという概念で7個のコードが割り出せます。本当はこれら C メジャー7とか Dm7 とか4ア話音で考えていくのが基本なんですけどもちょっと4ア話音で考えるとややこしくなるんでこの動画の中では少し割愛してメジャートライアドマイナートライアド 前にやったそのね、3話のトライアドで考えていこうと思っております。まあこんな感じでキーが C と決まると、使える音階、使えるコードってものが割り当てるわけなんですよ。これ何が便利か まずその耳コピをするときとかむちゃくちゃ便利ですよね。だってさ、普通にコードってさ、無限にめちゃくちゃあるわけじゃないですか。例えばそのスピッツの空も飛べるはずだ、空も飛べるはずって曲があって、あれを耳コピしようとしますよね。えー、なんか C かな、B フラットかな、F マイナーかな、うんたらかんたらみたいな感じで、たくさんコードをね、探すわけですよ。でも、う無限にやりすぎてわけがわからねえってなるんですが、空も飛べるはずはキーが C。なので、基本的にこの7個のコードの中に答えがあるはずなんですよ。 そう考えれば、選択肢が無限にある中から、7個に絞られるだけでも、すっごい、とてつもないメリットに感じませんかで、曲を覚えるときも、なんかこう、コード譜とか、なんか楽譜とか見ながら、皆さんこう練習していると思うんですけども、やっぱりこのコードって覚えにくいなとか、なかなか弾き語りしながらコードって覚えられないなっていうふうに思っている方は結構多いかと思います。コードが無限にあると、もう何から覚えたらいいんだろうっていうふうに思っちゃうかもしれないんだけども、ダイアトニックコード。 っていう概念を覚えておけば、この7個のコードの中のどれかのはずなんだよっていう考え方ができるわけです。むちゃくちゃ便利じゃないで、単音。まあ、ギターソロとか、なんか耳コピーをしているときも、音階って12個あるからさ、えー、12個の中から、こう、あれでもない、こうでもない、そうでもないって探すのか、それとも7個は確定してるから、この残りの5個は絶対使わない音。まあ、絶対じゃないんだけどもね。まあ、使わない音って割り切って、7個の中からね、探してた方が、やっぱり早いじゃないですか。 そんな感じで単音に関してもコードに関してもすっごいこの情報量をぎゅーっと凝縮することができるのでもうこれだけでもむちゃくちゃ大きなメリットがあるわけなんですよで当然のことながらこのキーが変われば、えー、出てくるスケール出てくるコードも変わってきます例えばですけどもキーが、えー、じゃあ F だとしましょう F はファなのでファからスタートして221 で、ファー、ソラ、シ、ド、レ、ミ。こんな感じでシンフラットがつく、えー、音階となっております。で、ダイアトニックコードは。あ間違えた。C、d イナ e ーのフラットファイブ。こんな感じ。もう一個ぐらいやってみましょうか。じゃあ、キーが G。キーが G は、ソラ、シ、ド、レ、ミ、ファシャープ。こんな感じです。 で、使えるコードとしては GAm, Bm, CDEm, f ープフラットファイブこんな感じ。ちょっと見にくくなっちゃったけど、ここね、こうやってかけられてます。こんな感じで、キーがバーンって決まると、使えるスケール、使えるコードがドドンって、えー、一気に決まります。これあのー、なんていうのかな。 キーが G だけど、この曲のキーは G はちょっとスケール変わります。でもこの曲のキーは G はそのスケールがこっちですみたいな感じで、えー、そんなにキーが G って決まった時点でそのパターンとかないです。種類とかないです。もうキーが G って決まったらこれっていう答えがもう、ね、一直線でバーンって決まるんですよ。だからこれは、えー、最初は覚えちゃった方が早いかなと思います。覚えちゃった方が早い。覚えちゃった方が早い。で、 ちょっと皆様、その221、2221、これはね、スケールの時に覚えたからまあいいと思うんですけれども、このダイアトニックコードの方、見ててちょっと何か思いませんか仮に1個目のコードが1番、2個目のコードが2番、3個目の3番、4番、これが5番、6番、あ、ちょっと抜けたな。6番、7番でケけるとしたならば、縦の列で見ていくと、2番、 と3番と6番。今必ずマイナーと名前が付くんですよ。で、逆に1、4、5に関してはマイナーが付かない。で、ちょっと特殊なのが7番。7番に関してはマイナーフラット5っていう名前が付く。ということ。 これがね、むちゃくちゃ大きな特徴でございます。2番、3番、4、5、6、7とある中の、もうこのね、マイナーが付くところ、フラットファイブが付くところ、これはにね、必ず決まってるんです。これ、どのキーが出てきてもそう。今、キー C、F、G でやりましたけども、これが A であろうと、B フラットであろうと、E フラットであろうと、えー、何のキーであろうと、必ず、こう、ダイアトリンクコードをバーンと並べた時の、2個目、3個目、6個目にはマイナー。で、1、4、5はそのまま。 で、7個目のコードにはマイナーフラット5ってものが作ってるのがで、ね、す。これはもう共通してあるんですよ。そこら辺をね、あの、あ、これってこういう法則あるかもしれないぞなもしっていうふうに覚えていただければ、まあ、結構ね、すぐに覚えられるんじゃないかなと思っておりますけども、いかがでしょうか。えー、こんな感じの仕組みでございます。で、次、ちょっと皆様にぜひ覚えていただきたいのが、このダイアトニックコードのね、一覧をね,ね、覚えちゃう。丸覚え。もう暗記ですよ。暗記。 暗記する。これね、すごくおすすめ。すごくおすすめ。マジむちゃくちゃおすすめ。最初は、まあ、ちょっと数が多くて大変だーっていう風に思うかもわかんないんだけども、まあね、学校の勉強に比べたら全然大したことない内容だと思いますよ。えー、ちょっとよかったら一緒に紙に書いてくださいませ。まずキーが C、D、E、F、G、A と。 ナチュラルキーっていう言い方をするんですけども、なんかこの A フラットとかね、C シャープとか、こういうシャープとかフラットとかつかないキー、まずこれを覚えてしまいましょう。で、B もあるんだけども、B はあんまつかないからちょっと除外です。まずはこの6個のナチュラルキーを覚えていただきたいです。で、まずここからアルファベットを並べていきましょう。基本的に、その A、B、C、D、e,、F、G ってある、このアルファベットあるじゃないですか。このアルファベットが順番に並ぶことはもう大前提です。えー、C があったら次は必ず D なんですよ。 で、この D、D、E とか、こういうことは絶対ない。まず必ずアルファベットが順番に来ます。これ、どのキーに置いてもそう。A、B、C、D、E、F、G、A、B。で、D の場合も D、E、F、G、A、B、C。で、E の場合も同じ。で、F の場合も全く同じ。まあこんな感じで。 もうなんかちょっと目が回りそうだな。<laughs> もうアルファベットが順番に来るというのはですね、これも確実に絶対です。絶対。重複すること、その同じアルファベットの名前を使うことは絶対にありえません。こんな感じです。で、ここから、シャープとかフラットとかを、えー、つけていくんですけれども、ここがね、ちょっとひねるところでございます。まず、キー c の時はですね、シャープとかフラットとか何もつきません。で、KD の時にはですね、シャープが2個つきます。 どこに付くかというと F シャープと C シャープ、ここでキーがいいのときにはシャープが4個つきますじゃ数字書きましょうかシャープは4個つきます F シャープ、G シャープ、C シャープ、D シャープで F の時にはフラットが1個つきますフラットどこに付くかというと B フラット、ここで G の時にはシャープが1個つきます F で、A の時にはシャープが3つつきます、えー。C シャープと F シャープと G シャープ。こんな感じ。この調合って言い方をするんですけども、シャープとかフラットがつく位置。これはちょっと頑張って覚えるところです。けど別に大したことなくないですか大したことなくないですかこうやって一覧表で見ると。で、これでも下地は完、完璧。あとはさっきやったね、2と3と6にマイナーをつける。で、7にマイナーフラット5をつける。 この作業をするだけ。2>, 2、3、6。2、3、6。2、3、6。2、3、6。なんか、イボムシ書いてるみたいになってきた。で、7個目はマ、マイナーフラットファイブ。マイナーフラットファイブ。ああ、フラットファイブ。ああ、ゲシュタルト崩壊。 私、こういう時すごい適当に適当て、なんか何書いていいか分かるのか、何を書いてるのか分からんのかってきちゃいますよね。適当に書きすぎて。まあ、こんな感じで、ダイエットニックコード一覧表ができたわけでございます。ぜひ、これ書いてですね、あの、覚えていただけたらすごく嬉しいなと思います。で、あわよくば、なんかこうですね、この一覧表を見ながらですね、皆様が今まで弾いてきた曲を振り返って、この曲ってキーなんだろうっていうね、ことを考えてみてほしいんですよ。次の、 プチ音楽理論講座第7回目はですね、その曲のキーを考える。まあ皆さんが弾いてる曲聞いる曲、聞いたことがある曲、まあいろんな曲があると思うんですよ。練習している曲とか。で、その曲は、キーなんだろうかっていうのがわかんないと、さっき僕が言ったこれ便利ですよっていうのが通用しないわけじゃないですか。じゃあ、キーは何なのかを探る技術。これはその第7回目の時にですね、次回の時にそのやっていこうと思うんですけれども、その前にちょっと宿題でございます。もし皆様の方で良ければ、 余裕があがああれれば時間こういった一覧をねこうパーッと見ながらで皆さんの練習してる曲とかを見比べてみてこの曲ってキー何かなっていうのをです、ね、ちょっと考えてみてだきたいんですよ。そうするとなんかねあこういうことじゃねえかなっていうヒントが、えー、見つかると思います。もし見つからなくても次回の時にこの曲のキーは何でしょうっていう判定の仕方判別の仕方を一緒に学んでいきますので。 よかったら参考にしていただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。それでは今回はダイアトニックスケールとダイアトニックコードの話でございました。コードは丸覚えでございますので、よかったら紙にたくさん書いてぜひ覚えていただけたら幸いでございます。それでは何かこれ以上のご質問とかご意見ご感想ありましたらぜひコメントの方に残していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。ぜひ次回もチェック。 していただけたら嬉しく思いますよろしくお願いしますそれでは、えー、今回は最後までありがとうございましたさようならまた違うところでお会いしましょうグッバイじゃあね